2008年の時、一番楽しかったことは何ですか？なるほど、去年1年、去年楽しかったこと、いろんなことしましたからね。そうですよね、いろんなことしました。なんだって、やはりドーラは、はい、いろんな方に愛されて、はい、いろんなところにも行きましたね。そうですね、いろんなこと呼んでもらってね。その中でも一番、一番楽しかった、どんなことでしょうか？書いてください。はい、北海道から沖縄まで行きました。そうですよね、はい、いろんな方にもね、はい、お会いできましたし、出てきたくないんかい。家がどうした、はい、一番楽しかったこと、なるほどね、皆さんに会えたことが一番嬉しかったです。いい？それはね、わかる、それはよくわかる。その上で去年1年間いろんなとこに行ったでしょうね。いろんなことしました、うん、いろんなものも出てきたじゃないの、あなたのねドリカム、あがどうしたドリカムコンサートに出たこと、そう、丁寧に答えてくださいね、はい、ドリカムのコンサートに出たことが一番だったと。で、でも一番皆さんがどうだったかわからない、見えなかったやつなんですよ ね、例えばドリカムさん の、 何か DVD に出たりとか、ちょっとホームページにね、DCTV ってその動画がちょっと一緒にロケをしたところは出てますけどね。なるほど、そう、ひょっとすると DVD に入るかもしれないって言ってました。なるほど、まだわからないんですね出てもし買っていただいてないといけないので、何とも言えないですけど、一応チェックして、はい、もし買ってるなら DVD、まだブログになってもう会えない予感が未来予想図なんだね。なるほどね、わかりました、わかりました、今の分かった、ね、こう答えてほしいよ ね、こういうの待っとったら、ね、最後の最後に、ね、どうら頑張れ、ね、どうしましょう、このまま終わりますか、終わりますか、最後にもう一問くらい行きますか、行きます、行きましょうよ、せっかく待っていただいて、もういいですか、それとももうお腹いっぱい、なんか見てごらん、ドアラ、はい、ほらお腹いっぱい感がじゃあ最後にドアラから皆様に素敵なイラストをプレゼントいたします。これかけてはい、新年ですもの、ね、じゃあ、はい、ご挨拶を兼ねた、ね、そう、ご挨拶を兼ねて皆様に感謝の気持ちを込めたイラストを描かせていただきます、はい、じゃなくて、はい、消して、消して、消して、じゃなくて、ね、ドアラの感謝の気持ちと、はい、2009年もよろしくお願いしますと、ね、あれだけ皆さんにって言ってましたからね。そうですよね、皆様のこと今まで教えても全然言えなかったんですけど、ないことね、やっと言えるように、やっと言えるようになったと思ったら、うわ気持ち悪い、何これ、うわ気持ち悪い、うわひどい、ひどい、何の幼虫これ、なんか気持ち悪いけど、俺最初さっぱりわからなかったですが、やっとわかりました、これ言っていいの、これどっちが、ね、どっちがどっち、4649、うわ古っねえさあでは最後これで締めたいと思います、ね、はい、はい、では書いて、はい、最後にね、皆様が思わずカメラを向けたくなるような素敵なイラスト描いてください。どうだ、意外に絵が上手ですからね、はい、もう絵心抜群ですから、いや本当にリアルに上手に描かれてるので、はいはい、もう人の心をキュッと掴むですよね、プスマも出たんですよねプスマです、はい、あ、まあ、丸、丸ですよ、さあ丸の続きはどうなるかな、みんな見てるよ、また丸ができましたね、それからまた丸が来ましたね、はい、え、何これ、しかしコメントに困りますね、もう、ねえ、もう来年からここシャオロンとパオロン行ってもらいますか ね、 そうしましょうか、枠小さくして ね、はい、そうですね、はい、もうあのもう帰りたいさあということ で、 ということで、はい、以上をもちまして、本日2回にわたってお送りさせていただきましたが、すいません、最後こんなんで2回がこのお知らせか先生
先生そうです、はい、また皆様じゃあ皆様の、皆様きっといいことあるよご健康と、はい、ご多幸をお祈りして先生自分以外はねどうだろういいことあるよけどね、はいねはい、さあ先生あの皆さんのあれをお祈りしてここで新春の、はいはい、新春のひととびをひととびやります？やりましょうよ見たいですよね怪我しないで、はい、頑張ってじゃあ先生ちょっとウォーミングアップまですごい楽しそうに歩いてますねはいさあそれではですね最後にドアラのひととびを掛け声があるんですよねそうですね、はい、皆さんももうご存知ですはいあえて突っ込みませんさあそれでは気分も新たにお願いしますさあじゃあ行きますよはいどうあらどうあらですか自分で、はい、やりますねすいませんはいほらねありがとうございました今年も頑張りますので皆さんよろしくお願いしますありがとうございましたドラマ東宝石黒東宝でしたありがとうございました